さあ、着きましたね。では、グリッドの紹介へと行きたいと思います。インジェクションクラス決勝、ポールポジションはカーナンバー7です。ディープウィズ、ヒロエ塾ジュク、タユーバー。予選タイム1分11秒082でした。そして、ギバングリッド、現在シリーズリーダー、カーナンバー27、 滝沢鉄、ストックヴィンテージ、予選タイム1分11秒208でした。そして3番グリッド、117号車、クーパーハウス大義、ヤシロー強し、テームズ対九号、1分11秒699予選タイムでした。そして4番グリッド、世界一早いオートマチックを持ちます、カーナン、no. バー114、キャメル壊れない安心オートマワークス、マットーフォン 1>, 1分11秒704。そして5番グリッド3号車。シリーズ2ポ、二位であります。1ポイント差で追う。スリーブランチ。大塚弘明。1分11秒775。そして6番グリッド22号車。シリーズ3番手につきます。SPR グルトン号。グルトンホリエー。即ンプラス。1分12秒828でした。そして7番グリッド女子力。 178号車ブロスガレージ恒川京子恒吉ピニョン1分13秒231でしたそして8番グリッド9号車ガレージ神谷ポールスミス号佐藤哲也1分13秒383そして9番グリッド13号車港太郎ガレージ神谷太郎号1分14秒369でございます さあ、昨シーズンのリーガルクラスの覇者、港太郎グリッドイセールスエあります。さあ、井上さん、グリッドカールシェフラーガール、前からさん登場ですね。はい、やっぱ前からさんいると安心しますね。安心すね。はい、さあ、西日が。 マシングリッド後方。今はですね、YouTube ライブの後方をですね、明るく照らしている状況。すでにハイビーム、点灯しているのは7号車。さあ、谷口優馬であります。スタート5秒前。右足アクレルセオン。うなるマシン。さあ、ただいまスタートさあ、第一コーナーへかけて、ハイビームを点灯している、ディープ、ウィス、広い軸。 7号車、谷口優馬が、悠々と第1コーナーホールショットを取ります。そして、2番手にはシリーズリーダーの72位、ストックビンテージ、滝沢鉄であります。さあ、いよいよ8周回のこのファイナルレーススタート。今ですね、第1ヘアピンにかけてはドライバー愛、西日が厳しい、そんな感じですね。で1ヘアを通過、ダウンロップにかけて、 トップ陣営、谷口祐馬、ダウンロップを通過。さあ、アドバンテージ、50メートルほどになりましょうか。しかしながら、80ある後半で、伸びる伸びる滝沢哲であります。さあ、滝沢哲に、今3番手の、八代剛ツか。第2ヘアピンで、八代ですね。ここ、ブレーキングで一気に入ってきました。 さあ、一写真さあ以内に3番手のテムズ対久クーパーハウス対に八代剛が3番手でありますが、その後方にはマッターマンの姿が見えるぞ。さあ、オープニングラップはポールシッターの谷口優馬が取る模様です。そして、さあ、2番手争いが第1コーナー、サイドバイサイド。さあ、2番手がすごいデルタアタック。 さあ、三角のトライアングルを形付け、一コーナーを立ち上がる二番手グループ。いや、なんと、ツーワイドの二重層であります。いや、これは某、車メーカーの CM を見ているかのようだ。第一アピンのインサイドには、最強オートマ、マッターマンであります。キープをしています。さあ、トップは、谷口優馬、ディープ、ウィツ、広い塾、変わらず、 そして、ただいま、第2ヘアピンへと入るトップグループです。いや、セカンドグループが1台、2台、3台、4台という近いところ、サードグループも2台が、ここはですね、グルトンバーサス、つねかーさあ、メギフェスティバル、この、ポールポジションを取っていった、常川かー子、実力者、女子力であります。さあ、2周を間もなく終了する、コントロールライン。 さあここはアドバンテージがつきましたね1.3秒差、谷口優真トップそして2番手が八代剛、空色の手ぶつ耐久ですね117号車がここを単独2番手、滝沢哲、クリーム色の車両さあこちらが滝沢が遅れたかそしてマッターマンが4番手で滝沢すぐ後方につけます。 そして、3号車3ブランチの大塚も現在5番手でありますが、大塚にとっては滝沢哲よりも前でチェッカーを受けたいところ、しかしながらここ、マッターマン、マッターマンという、ここ、強い、いや大きな山が目の前にいますね。ここをですね、オーバーテイクをしなければ、滝沢哲にまず追いつくことはできませんね。 さあ、0コンマ6秒差というところでありますが、さあ、大きなマッターマンという山が、ここ、そびえ立つ状況であります。4番手です。さて、3ラップ目を、まもなく終了するも、おっと、これは、谷口優馬が12秒台でしたが、ここは、いや、これは、谷口のペースもいいところ。しかしながら、1分11秒256で、2番手の八代強も上げてきている。 さあ、自力でヤシロツヨシが、谷口のラップタイムを、ぬい、塗り替えていきまして、ここ、4周回目、0.4秒差、トップ2台となります、第一エアピン。さあ、これ、ヤシロツヨシ、これ、隠し持ってましたね。さあ、谷口、ディープ、ウィズ・ヒロイズクに、仕掛けるには、これしかないという、さあ、そういったですね、武器を見せていきましたね。 さあ、このあたり、ディープ陣営。広江ディレクターもここは想定をしていたか。さあ、辛抱か。さあ、レース折り返しの4ラップ目でやあります。トップ、谷口。さあ、現在、カメラは空撮、第2ヘアピンを捉えています。さあ、トップ2台、そしてセカンドグループ3台でやありますね。さあ、ホームストレート上。 スリップスリームからインサイドに行くインサイドに2番手の八代が行く第1コーナーさあ、並んだそして、今、1コーナークリップを越えて、八代強がオーバーテ行くしかし、谷口も負けていない高速 S 字コーナー、右アウトサイドに、谷口優馬並ぶ第1アピーのブレーキング、ここは引きますね、引いていった、谷口優馬 さあ、レースは折り返しというとこ、谷口、まだここは、プレッシャーをかけるのみですね。さあ、トップは、80R、3メートル圏内に、この2台であります。トップ、117、ヤシロ、2番手、ディープ、広井塾、谷口雄馬、7号車であります。そして、3番手の、滝沢哲、27号車。その後方、1秒後方に、マッターマン。さらにですね、マッターマンとデッドヒートの、 5番手、スリーブランチ、大塚でやります。いや、これ、大塚にとっても、マッターマンオーバーテイクをするしないでは、大きなシリーズポイント差になりますからね、ここは抜きたいところ。さあ、5周終了、6周目、トップは、117、テムズ、ヤ代シロに変わった。第1コーナー、谷口祐馬。 さあ、1コーナー、立ち上がりでここ、出口がいい、7号車ディープ、谷口。さあ、先ほどのラップと同じように、高速 S 字, S 字から、第1シャピンにかけて仕掛けてくるも、ここも、1部屋ではトレースライン引きます。さあ、そして、1部屋に第2グループが入っていきますが、3番手の27、滝沢鉄マッターマン114、大塚ーブランチ、変わらずですね、 さあ、このディスタンス変わりません。セカンドグループ。そして、サードグループ、常川か子きょバーサス、グルトン、ホリエというところ。さあ、レースは6ラップ目でやります。さあ、トップ陣営が、ベスト3まで。 そうですね、えー、このトップ2台が0コマ3秒デッドヒートそしてセカンドグループが1秒圏内というところださあ最終コーナー立ち上がれ八代剛がここアウト側から谷口優馬にオーバーテイクを許すそして1コーナーさあ八代は後方1台分後方そして立ち上がるさあトップはディープビ・ビーツ広い塾7号車の谷口と再び変わります さあ、残り中回は1周と半分という状況、ダウンロップコーナー、さあ、ぴったりつけられている谷口、しかしながらこの2番手の八代、オーバーテイクゾーンというのは、やはり数少ないこの筑波サーキット、それだけに、この仕掛けるポイントはトップ、谷口、広いディレクターからここもしっかりレクチャーを受けていることでしょう、抑えるところを抑える。 さあ、そういったところ、レース中の技でありましょうか。ディープ。さあ、バックストレッチに行く、谷内、トップ、2番手、ヤシロ。さあ、最終コーナーで、リ,リリリリとついてくる、ヤシロ117が、塔に入った。さあ、早々と、早々と1コーナー、アウトサイドから仕掛けるツーワイドインサイドに谷内、アウトサイドにヤシロ そのまま、あっとヤシロがスピンヤシロがスピン単独スピンいやー、ここは仕掛けでいったが、ヤシロ交代しますさあ、ヤシロはポイントゲットに向けて、ここはチェッカーを受けに行きますさあ、壮絶なバトル、谷口祐馬、現在トップ、独走と変わります。ダンロップコーナー。 しかし、谷口後方には2番手の滝沢哲がいますね。襲いかかる滝沢哲。シリーズランキングトップのストックヴィンテージ滝沢鉄第200品であります。これはワンチャンスあるかもしれないディスタンスですね。トップ2台。そして3番手にはマッターマン単装。4番手、スリーブランチ、大塚3号車であります。大塚はなんとか滝沢哲を 近い存在でチェッカーを置きたいところではありますが、さあ、ファイナルアップイレあります。最終コーナーを立ち上がって、ただいまトップチェッカーはディープ、ウィズ、ヒロイ族、谷口祐馬、優勝目とそして準優勝は、ストックヴィンテージ、竹沢哲。そして第3位、世界一早い、マッターワン、キャメル、オートマワークス。そして、スリーブランチ3号車、大塚、弘明と、なります。 そして第5位、グルトン・ホリエー、つねきティ、つねか京子、6位チェッカー。さあ、ヤシロつよしでありましたが、この、壮絶なバトル劇を見せていきましたが、ここを勝負を仕掛けたというところ、男を見せていきました。さあ、インジェクションクラス、決勝を終えていきますけども、山本さん、井上さん、最後、この、仕掛けていったながらも、このですね、うん ろつゆせありましたけれども、ここは男、見せましたねそうですよね、もう本当にすごかったですね、どう、えー、あ,あそこで並んだと、飛び込んでいったという、非常にあのね気迫をね、参照したいいいですよねはい、いや私も見てて、お抜かせそう、抜かせそうって、あのすごい、あの気持ちがすごいかっこよかったなと思いました、本当、ナイスファイトって感じですよね最終コーナー,です、えー、すっごかったですもんね。はいはい いやーこんな、えー、高バトルが見れるのもサンワトレーディングプレゼンス,スーパーバトルオフミニであります、そして、えー、本日映像ディレクターとして、えー、活躍されました、このズミーレーシングファミリーさん、本当にありがとうございます放送先を映していただきますありがとうございます。